えー、2分で分かる岡田夫と申しますあのーまあ、岡田敏夫先生の切り抜きをやってる人だと思うんですけど「あの岡田敏夫と申します」って書いたら岡田敏夫さんだと思っちゃうじゃないですか。 えー、以前、ひろゆきさんが岡田敏夫さんが切り抜き目標人を始められたとおっしゃってたのを見て、切り抜きチャンネル始めたところ、約1ヶ月でチャンネル登録1万人を達成したり、動画100万再生を超えたりと、良いスタートを切ることができました。ありがとうございます。俺の失敗させていきます。また、岡田敏夫さんの面白い話などあれば、教えていただけますと幸いです。えっと、その岡田敏夫さんの切り抜きが割と伸びているという状況があって、あの、まあ、うちの会社でお手伝いさせていただいてるんですけど、なので、あの、なんか、あの、 何もしなくても割と伸びてるっていうチャンネルがちょこちょこあるので、まああの、どれぐらい売り上げ上がってるかというのは多分岡田敏夫さんの口から言ってもらった方がいいと思うんですけど、まあ結構儲かってるところもあるので、あの、で、僕の切り抜きやってる人で、あの、多分トップ20ぐらいまでは月3桁万円以上稼いでて、で、実は月4桁万円稼いでるチャンネルもあるんですよね、1ヶ月で。 てていうのがあってで、あの、ま、あ確かに彼ら自身で優秀だから結果を出してるのもあるんですけど、あの、早めに始めた人の方が伸びてるっていうのはやっぱりあるんですよね。その、結局あんまりそのライバルがいない状態で始めて、結果としてそのトップに上がりましたっていう人って、そのまま、あの、割とその登録者数を集め続けて、再出す再生数を集め続けるっていうのがあるので、なので、その、あの、えっとね、<laughs> あの、本当にあの、初期だった人で、あの、 やる気があれば伸びたんだろうなっていう人もいるんですけど、あの、あんまりやる気がなかったせいで、あの、本当に初期の人はそこまで伸びてないんですよね。まあいいや。<laughs> あの、今コメントにその特定のチャンネル名があったんですけど、それの名前言うの何なもの言わなかったんですけど、っていうのがあるので、その岡田斗司夫さんのチャンネル、あの、切り抜きチャンネル自体はずっと今右肩上がりの状態なので、なので、あの、まだ参入しても全然チャンスはあるんじゃないかなと思いました。その、 何回か僕その放送で触れてると思うんですけどそのひろゆき切り抜きをやってる人たちって一回その上位層があの固定化しちゃったんですけどでそのひろゆきキャリアさんっていう人がその職業ものとかキャリアものだけにこだわるっていうのでで割と登録者数伸びてってあの売り上げもそのトップ20に入るぐらいの金額にはなったのでなのでその。 割とそのちゃんとした人その先見の明がある人がそのやるとそれなりにまだ伸びる状況ってあるんですけどただ僕の切り抜きはもうかなりその競争が激しいのでほぼ伸びないと思うんでなのであの新規の切り抜き始めた人のところにうまくはまると伸びると思うので全然頑張っていただけるといいんじゃないかなと思います。